こんにちは。こんにちは。あ、お一人で花見ですか？そうですね。いやー、本当はね、毎年この時期にね、親友と二人で花見をしてたんだけどね。あれ、今年は？今年は、といえばね、去年の暮れにね、その親友が。ああ、そうだったんですね。ほんとすげえいいやつでね。親友としてどこに出してもね、恥ずかしくないみたいな、そういう。それで一人でもお花見をしようって。いや、もう今をね、やっぱあいつと一緒にいるっていうそういう気持ちで、あの今花見をしてるんだけど。なるほど。ちょっと待って、ちょっとさあれだわ、もっとさ、もっといいとこで桜来てもらわないとさ、もっと後半どんどん話が良くなってくんだからさ。いや、もうなくなっちゃった桜。そっか。いや、だってもう咲いてないから。いや、でもさ、こっちもさ、ほら、お金払ってるわけだからさ、そこはもうちょっと頑張ってもらわないとさ、困るんだよね。今せっかくほらカメラさんも来てくれてるのさ。あのちゃんとやろうな。カメラ止めた方が。いや、途中から行こう。はい、このもう行きますか。死んじゃった下りから行こう。はい、ちょっと待って、はい、死んじゃった下り、行くよ、はい、はい、スタート、はい、じゃあ、そのあれですか、一人でもお花見を。そうだね、やっぱりまあ、あいつがいると俺は今でも思ってるから、それはずっと変わらないこと。ちょっとさ、あれだ、降るものが違うわ。降るものはね、違う。でも、じゃあ、桜の木。桜でもね、俺が降らしてほしいものはそれじゃないからさ。俺が降らしてほしいものをちょっともうちょっと汲み取って降らしてもらわないと。やべ。こっちもさ、今、感情を作ってこうやってるわけだから。あ、すいません。まあいいよ、でも次頑張ってくれたらいいからね。頼むね。じゃあもう一回。ああ、じゃあ、何でしたっけ、その、はい、友達が死んじゃったところがいい。ああ、そう、はい。何でしたっけ、その、去年の暮れに。そうそう、あいつはね、本当いいやつでね、ちょうど、そう、ちょうどなんかこういう雨の日にね、あいつはさ、バイクを運転してたの。あいつバイク得意だったんだよ。でもやっぱ雨がさ降ってるから、そう、もうね、土砂降りだったな。土砂降り、もう雨がね、俺はもう土砂降りの言うぐらい降ってきてやろう。もう視界がもう見えないぐらい。ああ、それで、ね、それで、ね、だからあいつ事故っちゃったと思うんだけどさ。俺もね、止めたんだよ途中まではね。でもほら、もう俺もその時にはさ、涙でも全然前が見えなくなっちゃったからさ。なるほど。涙で前が見えなくなっちゃったから。あ、そうそう。いや、もうちょっと待ってくれ、もう。晴れてっからさ。もう今日は晴れてっから。もう雨降ってないわ、今日。もう、何水これ。雨水。